アエッセイですあの。僕はやっぱり常、えー、に学んでいたいなと思ってるんですけども、えー、エクストリームサイエンス、えー、竹下隆一郎さんライアン竹下とやってるエクストリームサイエンスは本当にそういう意味で言うとは僕にとって学びの多いお仕事なんですね。でまああの昨日は実は日本撮りといいまして2人の先生がいらっしゃったんですね。京都大学で素粒子物理をやってます橋本浩二先生。 そしてですね、アストロバイオジージ、えー、生命の起源などをやってらっしゃる小林憲生先生ですねこの2人がいらっしゃったんですけどもあのその準備がなかなか大変であの僕もいろいろなことをしているものですから、えー、自分の、えー、研究もありますし自分のいろいろやるべきことがあってその中でねその、えー、橋本先生 まあ素粒子標準模型の話とかですねそれからダークマーターダークエナジーそしてあの橋本先生が最近やられてる学習物理、えー、これ大変面白い分野で、えー、特にあのホログラフィック原理ホログラフィ原理を通してですね、えー、その神経回路網の数字が、えー、アインシュタインの、ね、相対性理論の えー、時空とある一定の条件のもとで結びつくという、えー、そういうことを橋本さんされていてその辺りの話とか本当に面白くて今橋本先生あの変革という文科省をやっている大きな領域のリーダーをやってまして、えー、そこであの学習物理をねいろいろ要するに物理と神経回路もの関係についてやられてるんですよで一方あの小林健生先生はあの本当にあのアストロバイオロジーで いわゆるあの生命の起源で RNA ワールドっていうのがあるわけですけどその RNA ワールドは、まあえー、と RNA が生命の起源に関わったということで非常にいい話なんですけど、えー、でも実際にはその、えー、生命が0から1に立ち上がる過程では RNA 作るのはかなり大変だとですからその生命の起源はその RNA じゃない別の分子が関わっていた可能性があるんじゃないかということを議論されていて本当にこれも面白いんですねでお二人とお話しすることをすごく楽しみにして えー、ピボットののスタジオ行ったんんでですすけど、その準備はあのキリがないんですね。要するにどちらの橋本先生も小林先生もどちらも本当に無限の世界に接していらっしゃるわけでこれはもう科学っていうのはそういうもんだし研究者っていうのはそういうもんですからで私は普段、その、えーまあ、橋本先生の学習物理はその,そのニューランネットっていうかディープラーニングとかそっちの方はまあね、えー、関わっているわけですけどそれと、えー、ホログラフィックプリンシプルを通しての、えー、アインシュタインの実験 ね軸の構造との関係ってことについては僕はあのやってるわけではないしそれから小林憲生先生の話だってもちろん生命の起源って非常に興味がありますけれども最近のそのアストロバイオロジーの成果っていうかですね惑星探査とかも含めた、えー、ことにすべて、えー、目を通せているわけではないんで、まあ、準備って,って本当にだからそ,あそ,のそれぞれの分野をすべてあの 学ばないと本当は無理なんだけどそんなことできないわけないじゃないですかだから原理的に不可能なことをやってるんですねあのこの竹下隆一郎、えー、エクストリーさんとやってるエクストリームサイエンスって言ったら本当にそこを僕は徹底的にやりたいと思ってるわけですよ。僕はその日本の科学番組とかメディア通してんかそのなんていうかななんか猫なで声っていうかバカのふりしておもねるっていう姿勢が本当に嫌いで。 だだからあの徹底的にやるるべきだと思ってんですねその先生あの研究者の方が一番面白いと思ってるとか一番探求してるとこを容赦なくやるというでそれで別にそれで視聴者が最初は分かんなくても別にいいじゃないかってだからそのそそこその姿勢から何か学ぶっていうそういうねお手伝いするのが僕はエクストリームサイエンスだと思っているのでそういうことをねあたそういう場を与えてくださってる。 竹下隆一郎さんそしてピボットの方々には本当感謝しかないんですけど、まあ、ただ準備する側としては本当に大変でそれがたまたま昨日は、えー、日本撮りで2つあったものですから、えー、大変さはかなりのものでその前の、えー、数日間は、えー、自分でやらなくちゃいけないこともあるんでそれをやりながらその空き時間でずっとその、えー、学習物理、えー、標準模型それから、えー、アストロバイオロジーのレビューをしているというそういう。えー 状況でございました。前先生は本当に昨日の2つの収録、えー、素晴らしい内容、お話を伺うことができました。ぜひ、あのこの方の場で改めて橋本浩二先生、そして小林健生先生に感謝申し上げます。そして、えー、竹下隆一郎、ライアン、いつもありがとうね。本当に、ライアンの,あの非常に素晴らしい、えー、ご質問で、えー、世界がドーンと広がるんで、本当、ライアンの。 おかげだと思っていますそしてあのいつも、えー、ピボットエクストリームサイエンスで、えー、いつもお世話になっているスタッフの方々もありがとうございますそしてあのピボットエクストリームサイエンスをねご覧いただいている方々本当に嬉しいですえー、まああのー、特に、えー、マルチバーその野村先生の会は140何万回見られてるみたいなんで、えー、なんか一生懸命ねあの <laughs> 大変なんですけどあのー、仕事をして、えー、僕も学んでますし良、あのー、かったなと思ってますということで以上えー これ、何ていうタイトルなのかわかんないんですけど、モイケンのノーラジオ、えー、ボイシーと、えー、同時にお伝えいたしました。よいしょ